はい、どうもこんにちは、めぐです。本日の動画は散らかりにくいキッチンにしているためにやっている工夫を3つ紹介します。それでは早速スタート。はい、ということで今回は散らかりにくいキッチンにするためにやっている工夫を3つ紹介したいと思います。大きく分けて3つなんですけれども、1個ずつポイントだったりとか、私はこうしてるよっていうのを紹介していきたいと思います。少しでも参考になると嬉しいです。ちょっと説明するのが苦手なので、ある程度ねスマホにまとめました。1つ目は量を把握して詰め込みすぎない。そして2つ目は使用頻度や使いやすさを重視して定位置を決める。3つ目、使ったらすぐ戻す。もう大まかに分けるとこの3つです。ちなみに我が家のね、キッチンの収納スペースはこちらの食器棚。本来はこの下はゴミ箱を置くスペースなんですけど、高さ的にね置けなかったので、とりあえずニトリのボックスを入れてここにもね物を収納しています。でここにね隙間収納家具を入れています。楽天で買ったんですけど、これはディノスのものです。幅もね何種類かあったと思います。でシステムキッチンの引き出しの中という感じです。まずねこの一つ目の量を把握して詰め込みすぎないっていうのですね、収納できるスペースより物が多ければ当たり前のように散らかります。よく言われてるのが8割収納がベストって言われてますよね。こちらが、全ての食器を置いてるスペースになります。食器もねすごい増えやすいですよね、でもね何枚までとか決めると難しいので、我が家ではここに入るだけというふうに決めています。1枚買ったらなるべく1枚処分するっていう風で新しいものを買うようにしています。でこちらがカトラリースペースです。カトラリーも人数分しか置いていません。5人家族なので5本、全てシリーズで5本ずつ持っています。でここは食品系です。食品系もねすごい増えやすいですよね。ここはね今ちょっとね在庫がないんですけれども、いつも水をねアマゾンで買うので、買ったらここに置くようにしています。ちょっとね今すごいごちゃついてるんですけれども、こんな感じで調味料が入っています。でねこれ今出汁がねめちゃくちゃあるんですけど、いただき物の出汁はねなかなか消費しづらいんですけれども、お菓子とかだったらもういただき物はねすぐに食べて消費するようにしています。でストック類もここにあるだけっていう風にして、買い物に行くときはなるべくねここのものをチェックして、消費できるものは消費してから買い物をするようにしています。缶はねだいたいいつもあるので、缶ってラベリングしちゃっています。それからシンク下、ね、鍋とかボウルとかもねすごい増えやすいと思うので、たくさんある方は本当にね必要かどうかっていうのをね見直すのがおすすめです。我が家の場合は今ボールが2個しかないですね。その家庭によってね必要な量は異なると思うんですけれども、こういった便利グッズは本当に必要かどうか、他のもので代用できないかとか、そういったところを考えていつも買うようにしています。ここは日用品掃除グッズとかのストックだったりとか洗剤とかが入っています。こういったね洗剤日用品とかもねすごい増えやすいと思います。これはねお気に入りのスポンジなんで、いつも楽天でまとめ買いしています。身近でね買えないし送料問題もあるので、こういったものはまとめ買いしています。買う量が決まっているものはそれがねちょうど入るぐらいの、収納スペース定位置を作るといいかなと思います。この辺もそうかな。メラミンスポンジとかもいつも1袋買ったらこれにちょうど入るので、ここを定位置にしています。でここはお弁当箱で、こっちがよく使うねタッパー系を入れています。タッパー保存容器もすごい増えやすいものの一つなので、使う量だけっていう風にしています。もうだいたいスタメンですね。そんな感じで使ってないなっていうものがあったら、見直して、もう3回くらい悩んだら私は手放すようにしています。でこういったね布巾とかお弁当のこういったバッグとかそういうのも増えやすいので、3組ぐらい持っていれば私はいいかなと思っています。でもキッチンの収納スペースがたくさんあれば、である程度整理ができる人だったらもっとね物を持っててもいいと思うんですけど、我が家そんなに余裕がないので、なるべく厳選して持つようにしています。2つ目の使用頻度や使いやすさを重視して定位置を作る。この定位置を作るのって意外と
難しいですよね。私もね、いまだにね、本当にここでいいかなとか悩んだりします。よく使うものはアクションを減らす、使いやすい場所へ。もうね、よく使うこういったアイテムはすぐね取れる場所に置いています。ただ掃除が苦手な人はね、こういうところに置いちゃうと油が飛んで掃除が大変になってしまうので、コンロ周りに置かないっていう手段もあると思います。私はこれぐらいだったら、拭いたりとかできるので、ここに出しっぱなしにしています。さっきカトラリー収納してるとこあったんですけれども、ご飯の時にね、このまま家族分足を持っていけるようにここに置いています。油はねガードだったりとか、あとは食器を拭く布巾とか、こういうのもさっと取れるようにしています。これもすぐ掃除ができるようにここにかけています。100均で購入したリング状のフックにかけています。で、これはイデアコのラップケースです。ここでね、すぐラップをできるようにしています。これはキッチンペーパー、すぐね取れるようにしています。これは調味料スプーン、これもすぐ使って洗って戻せます。キッチンタイマーで、ここら辺は普段あんまり使わないお弁当箱が入っています。下の子たちとかのね、お弁当箱は毎日使うわけじゃないので上に置いて、娘は毎日お弁当箱がいるので使いやすい下に置いています。同じものでも使う頻度が違ったりすれば別の場所に置くのもありだと思います。この場所ってすごい使いやすいので、使いやすい場所はよく使うもの、普段あまり使わないものはちょっと取りにくい場所に置くというふうにしています。ここにはお菓子が入っています。多分めっちゃ入ってそう。こんな感じでお菓子が入っています。子供たちは取りにくいので、もしお子様が自分で取れるような位置に置きたい場合はもっと背の低いところに置いた方がいいと思うんですけど、うちの子たちお菓子めちゃくちゃ勝手に食べちゃうので、あえてちょっと取りづらい場所に置いています。で、この上のところはミキサーとかゆで卵、おにぎりメーカー、お菓子作りの雑貨とか入っています。この辺もね、あんまり使わないので上に置いています。ただこういったね、便利グッズなくても困らないもの、おにぎり作るのだったりとか、ゆで卵作る機械とか、こういうのってなくても困らないじゃないですか。最悪鍋とかで茹でれるし、だからあんまり使いにくい場所に置きすぎると、こう便利なグッズなのに使わないっていうことが起きるので、なるべく本当はね、使いやすい場所に置いた方がいいですね。スリコで買ったインスタントラーメン作れるのとか、パスタ茹でるのとか、これもすごい便利なんですけど、なくてもね、別に生活できるというか料理ができるので、これもワンアクションで取れるようにしています。取りやすい位置でパッと取れるようにしています。これがね、ケースに入っているとなかなかね、使わないので、このまま置くようにしました。これがね、もう上、もう一個上とかに置いてあると、なかなかホットサンド食べなくなるので、なるべく取りやすい位置に置いてあります。で、よく使うピーラーとか、チンするときに使う蓋だったりとか、水筒の中を乾かす珪藻土スティックとか、これもすぐ使える位置に置いています。で、コンロ下にはフライパンとか、あとは油だったりとか、そういったものをね、置くと便利です。鍋が入っています。このね、鍋重いから下に置いてるんですけれども、あんまり使わない鍋だから上に置いてもいいかなって最近は思っています。このね、収納場所すごい使いやすいから、この鍋置いてるのがちょっともったいないなと思っております。で、ここは調理台の下のスペースです。調理台で使うものを置いています。とお弁当のピックだったりとか、なんて言うんでしたっけ、トレイとかに入れたりするので、使う場所の近くに置くようにしています。ワンアクションで取れるようにザル、ボールのスタンドを置いて収納しています。で、ザルはシンクで使うので、シンクの近く、ここに食洗機の洗剤が置いています。食洗機がここにあるので、さっと入れるようにしています。食器を洗う洗剤、これもすぐ詰め替えれるようにここに置いています。で、さっきね、食器棚にも水筒あったと思うんですけど、よく使う水筒はここに置いています。洗って、ハンガー脇でもこうスティックを刺して、さっと
かぶせるようにしています。で、キッチンバッグは無印の引き出しケースの引き出しを抜いてここに入れています。これもね、ワンアクションで取れるし、ここに入れる時も箱から出してザッと入れれるのでめちゃくちゃ便利です。これは貝印のピーラーですね。ピーラーっていうのかな。本当はスタンドがあって蓋もあったんですけど、蓋を取ってっていうね、作業がめんどくさいので、この100均のケースに入れてすぐ使えるようにしています。なんかレジ袋もすごい増えやすいので、ここに入るまでとか決めるのがおすすめです。で、ここに炊飯器があって、米びつがあります。すぐに米を入れれるようにここを定置にしています。で、なるべく一緒の時に使うものは一緒のところに置くようにしています。例えばティーポットと、お茶の葉とか、一緒の時に使うものはグルーピング一緒に置くようにしています。食器の定位置、なるべくワンアクションで取れるようにしています。例えばこの後ろに置いてある食器もここに物があっても取れるので、高さとかも注意しています。で、この一番奥はどかさないと取れないので、あんまり使わないものを奥に入れています。ちなみに奥に使っているこのアクリルのやつは無印のです。お味噌汁のお椀とご飯のお茶碗で副菜入れるやつ、こういったものも取りやすい場所に置いています。で、一番上のスペースはあんまりね、子供たちに触ってほしくないものとか置いています。これはちょっと別ですね。私しか使わないティーカップだったりとか、バレやすいガラスのお皿だったりとか、そういったものとか、あとはこの奥にはね、あんまり使わないものとか置いています。これはシーンで購入した収納グッズですね。余裕がない場合はこういった横、デッドスペースとか使うのもいいと思います。これもね、よく聞かれますね。 IKEA のバーに IKEA のフックとか100均で買ったフックをかけて、野菜だったりとか、これよく困る方結構いるんじゃないですか。水筒のこういう紐とかカバーとか、これ毎日使うものなので、ケースの中入れてこう食器棚の中とか引き出しの中とかしまうと面倒くさいので、もうパッとねかけれるようにここにかけています。でもね、パッと見て多分わかると思うんですけど、なるべくね白でまとめてごちゃごちゃ見えないようにしています。こういった塩コショウ入れるやつとかも、なるべくねおしゃれでデザイン性があるものを選んで、見えてもそこまでごちゃごちゃ見えないようにっていうのを意識しています。はい、そして3つ目は使ったら元の場所にすぐ戻す。これはね、説明するまでもないと思うんですけど、なるべくね使いやすい位置に定位置を決めていれば、戻す時もねさっと戻せるので、そうするようにしています。はい、こんな感じで今回は散らからないというか散らかりにくいキッチンにするために、私がやっている工夫だったり、そういったことを紹介しました。いかがでしたでしょうか。他のねバージョン、例えば浴室じゃないや脱衣所バージョンが見たいとか、そういったリクエストもあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。